じゃじゃーん。今日のランチは島根県の山岡食堂さんのカレーに全部のせです。いただきます。格納庫の組み立てになります。ドキドキ。これやってから切った方が絶対やりやすかった。これ失敗した。せっかく。なくしそう。なくさないように。もう最後はここにべちゃってつけちゃえばいいんだから、こんな感じですよね。なんか成功な感じ。大成功じゃない？もうここにべっちゃりつけちゃおうか。そっか、丸いものってやっぱクラフトペーパーで作ると四角いものになるんだ。できた。どう？汚い？できた。どうでしょうか？下手くそですかね？こんな感じです。何点ぐらいですか？立つよ、こうやって。どうでしょうか？じゃあ次に進みます。はい、じゃあこれができましたので、次はこの F3、F4、F5、F6 やっていきます。それでこれは真ん中で山折り全然できない。これほんとしっかりつけた方がいいのかな。ここだよーと。で、真ん中でぴったり折って、やばい、ふにゃふにゃなっちゃう。どうやって折ってる？みんな。こんな細かいの。髪がボロボロになっちゃう。これで線つけてる感じ？よいしょ。しっかり線つけて、しっかり線つけてパキッパキッって折る感じ。それが一番いい。うん、確かにちゃんと線つけたら。で、こっちは星のところは谷折り。ちょっとあんまり細かいのでカメラのアングル変えました。なんかね、内側のカメラってカメラ機能があんまり大したことなくて、外のカメラの方がやっぱり性能がいいんですよね、 iPhone って。だからすごい近づけても全然ピント合わなくて、内側のカメラって。でもそれ用で作られてないから、やっぱり外カメラの方がいいかなと思って。ほら、こんな細かいのもピント合わせれる。お、じゃあこれね、サンダーバード1号の羽。なんか先っぽ難しい。難しいよ。ピーンってならない。よいしょ。どうしたらいいのこれ。全然綺麗じゃない。なんかそういう道具があるのかな。ピーンってする。髪がボロボロになってきちゃう。やばい。表からも、裏からも、線つけたらいいとか。そうだよね。裏からやったら、傷つかないもんね。あ、できたか。できた。綺麗にできた。裏からやったらよかったんだ。これは、なんか、丸くするっていうことで、なんかに巻きつけて丸くするらしいんですけど、ちょっとこのたこ焼きのやつで。こう、丸く、あと、つけます。こんなんでやっていいのかな。なんかそれだったらボールペン使った方がいいよとか、あったら教えてください。なんでいいかな。こっちも丸く、F6。これも丸くします。しっかり丸くして、これはこれで貼り合わせます。これ貼り合わせとこうか。いやー。お、結構難しいんだ。よいしょ。あ、難しいんだ。離れちゃう。やっとこさん。こうして、よいしょ。ピッ。多少乾いてくっついたらやっとこの出番な感じ。いいな、こっち側のカメラすごい綺麗に映る。はい、じゃあこれはくっつきました。で、
サンダーバードって書いてあってここにで、これが見えるように、まあ、F3 と F4 関係あるのかな、こう入れて、どっちも両方これをこう入れて、よいしょ、あ、飛んでった。これをこうやって入れて、よいしょ、入れた。そしたらここで貼り合わせる。違う？絶対違う。逆だよね、絶対。逆。これこうじゃないよね。せっかく入れたけど、こうとんがってる方が下で、こうやって入れて、こうだよね。うん。で入れたら、ここを広げて貼り合わせる。オッケー。取れた。夜になったの気づかなかった。夢中すぎる。でピチッとやっとことを。これで二刀流。よいしょ。すごい手術だ。うん、いい感じじゃない？でもこれ失敗許されないね、これ。はい、ちょっと左曲がっちゃうけど、よし。じゃあもう一個、あれ、よいしょ。じゃあこれもここに入れて貼ります。問題はこっち、よいしょ。こっち引っ張ったらこっちが取れちゃう。やっぱ二刀流じゃないとダメ。よいしょ。二刀流、ピントが合ってない。ここでピントが合うのか。こうやるとピントが合う。ついたかな。うん、はい。じゃあこんな感じでできました。でこの位置のところはくるっとやって、さっきみたいに貼り合わせる。できるかな。あとつけて、こうやってあとつけて、で最後。わー難しそう、めっちゃ。ここに折り目つけたらどうかな。多少折っといてこうくっつける。どう？うわ難しい。丸く丸く、もっと細いので丸くした方がいいのかな。丸くして、なんかここが丸くないんだけど、あんまりやると壊れそうだしな。でこう、よし。じゃあちょっとこれでくっつけてみます。すごい、これ先に作ったみんなすごいな。ゴールデンウィーク中に作ったのかな。後悔しませんでしたか。私にたぶらかされて買ってみたけど、めっちゃ大変とか言って恨まれたりして。くっついた。このやっとこ便利だな。よかった、昨日買って。よし、くっついたかな。まだかな。はい、じゃあいいかな、くっついたかな。じゃあこれとこれとこの子で、これをまずここに入れる？入れます。入る？これ。無理やり？うん。入った。入りました。こうやって入れて、で、これを入れればいい？入る？え、ちょっと待って。でもさ、こうなるんだよね。正面とかあるよね、絶対。こう、最後は、こうして、こうなって、で、あ、ちゃんと一真ん中に来てる。 OK だね。じゃあ1はいいとして、サンダーバードの文字がここまっすぐ来るようにして、入った。よいしょ、できた、できた、できたよ。だからここは汚くてもよかったんだ、見えなくなっちゃうんだ。それでこれ入れて、もういいの？これやっていい？半分に折って貼り合わせる。半分にこれを折ります。
半分に折ります。で折り合わせる、そういうことか。こうやっていくのか。厚みを出すってことか。じゃあこれこうしたでしょ。でこれをこうしてこうして、これはこれもこうし、これもこうしてこうしてこうなると。なんかここよくわかんないけど、これでいいのかな、こういう感じ。じゃあこれまずくっつけよう。これはまあ両面テープでいいか。はい、できました。じゃあくっつけたら、これを、あ、待って、やばくない？しまった、隙間ある、やばいやばい、あー失敗した。あー最後の最後でなんかどうしよう、入んなかったら。入る気がしない、いや入んない、あー失敗した。めっちゃぴったりくっつけちゃった。ガガーン、これやってから貼り合わせるって書いてあった。どうしよう、めっちゃ強力、あちぎれちゃう、ちぎれちゃう、やばい、忘れてきた、無理やりやろっか。よいしょ、入った、あ入る、よかった、あー入った、破っちゃった、ショック。入った入った入ったよ。アラワングマさんが教えてくれてたから、しっかり穴開けててよかった。わーびっくりした、入りました、できた、完成、よいしょ、来ました。これをもっと広げた方がかっこいいよね。これ広げて、よいしょよいしょ、こっちが正面でいいと思います。じゃじゃーん、できました。いやーこれ編集も大変そう。じゃじゃーん、いい感じ、すごい、見えるかな、近づいてみる。ちょっとここのとこもうちょっとこう直した方がいいよとかあったら教えてください。できた、じゃじゃーん、できました、完成。大変だった、いやみんなが大変っていうの分かったわ。いやこれ難しいわ。ということで、今回はサンダーバード秘密基地ご覧いただきありがとうございました。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みの方は、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。ありがとうございました。またねー。